皆さん、こんにちは。2023年9月7日に行われたジャニーズ事務所の記者会見。この会見には藤島ジュリー景子前社長と東山紀之新社長、井ノ原快彦さんらが出席し、正式にジャニー氏の性加害を認め、謝罪や補償をすることを発表。大きな話題となりました。藤島ジュリーさんは過去に近藤真彦さんと婚約破棄をしたと言われています。今回はマッチこと近藤真彦さんのメリー北川氏との同棲やジュリーとの婚約破棄、そこに現れた第三者の真相についてご紹介していきます。ジャニーズだけでなく芸能界でも女帝として活躍していたメリー北川氏、大のお気に入りメンバーの一人であるマッチとは過去にはとても濃密な仲だったそうです。しかも性的関係があったという噂があるようです。近藤さんもメリーさんもどちらもそうした関係を公表していないので定かではありませんが、近藤さんがメリーさんから寵愛を受けていたのは本当のようです。メリーさんはとあるインタビューの中で、質問とはまるで関係のない近藤真彦さんの話を持ち出し褒めちぎるなど暴走されたことがあるのだそうです。例えばスマップと嵐の共演が少ないのはなぜかという質問に対し、メリーさんはスマップと共演が少ないってなんでそんな話が出るんですか、うちの順序を言ってください、誰が一番上と記者に問い、記者が近藤真彦さんと回答するのを受けて、だったらスマップは嵐よりまず先に近藤と共演するべきでしょう、なんでそれを聞かないんですかと怒り始めたというのです。また最後には亡くなった近藤真彦さんのお母さんの話にまで及び、だから私がマッチの面倒を見るのは当たり前だと思う、話しているだけで涙が出てきちゃうと涙ぐまれたのだそうです。そして近藤さんとメリーさんの性関係が噂される元になったのは、元ジャニーズジュニアの木山翔吾さんがスマップへ、そして全てのジャニーズタレントへの中で性的関係があったことが書かれていたためです。この暴露本の中では、メリーさんと近藤さんが夫婦同然だったことや、メリーさんの家に裸の近藤真彦さんがいたのを目撃したことなどが記されています。あるジュニアの人がメリーさんのマンションに行った際、そこにいたのは裸のマッチさん、その後ネグリジェ姿のメリーさんも現れたという証言があります。ジュニアに気がついたマッチは慌てて廊下を走っていき、その後に髪を振り乱して出てきたネグリジェ姿のメリーさんに、あんた電話してから来なさいよと怒鳴られたと言います。暴露本の中でも、メリーさんは本当にマッチを愛していたらしい、だからジャニーさんの毒牙にかからないように自ら囲っていたのだ、マッチはマザコンで有名だったし随分メリーさんに甘えていたのだろうと語られていました。しかし年の差やジャニーズ事務所での関係性もあることから、メリーさんと近藤真彦さんが最終的に結ばれることはありませんでした。しかしマッチのことが好きすぎたメリー北川さんは、自分自身の娘である藤島ジュリー景子氏と結婚をさせ、ジャニーズ事務所社長の後継者にしようとしていたといいます。それほどメリーさんが近藤さんを特別扱いしていました。以下のようにメリー北川さんも証言しています。東山がジュリーと結婚してという話を言いたいのでしょう。一体何年前の話をしているんですか。それを言うなら、一番結婚の可能性があったのは近藤真彦ですよと、近藤真彦さんとジュリー景子氏の結婚の可能性があったことを示唆していました。実際に付き合い婚約をされていたのかもしれません。また近藤さんのお母さんはジュリーさんをマッチのお嫁さんと決めており、新築した家にはジュリーさんの部屋も用意されていたといいます。そしてタノキントリオに所属していた田原俊彦さんと野村芳雄さんはジャニーさんから性被害を受けていたと言われていますが、近藤真彦さんはメリーさんから寵愛を受けすぎていたため、ジャニーさんからは他の人ほど性被害を受けていないと言われています。しかし近藤真彦さんはメリー北川氏の思惑から外れ、大スキャンダルを起こします。それは完璧で究極なアイドルであり、金輪際現れないような逸材の中森明菜さんとの熱愛でした。1985年公開の映画愛旅立ちでの共演をきっかけに中森明菜さんと交際し、
しかも中森さんのライバルである松田聖子さんとのニューヨークデートを写真誌に撮られてしまいました。ショックを受けた中森明菜さんは1989年7月に近藤の自宅で手首を切る自殺未遂事件を起こします。トップアイドル同士の交際だけでもご法度の時代に自殺未遂、世間でも大きな話題に上がりました。しかしここで娘であるジュリー、北川さんと結婚させたいメリー氏が徹底的に暗躍されます。大晦日の NHK 紅白歌合戦の真裏で金屏風を背景に中森さんが会見し、近藤さんがそこへ友人として同席して励ますという不思議な光景が繰り広げられました。メリー氏は会見をわざわざ紅白の裏番組で生放送にし、中森さんに紅白で復帰というオファーがあったのを知ってこの会見を開いたと言われています。この場へ出てくるように中森さんを説得したのがメリー氏でした。中森さんは会見すれば近藤さんと結婚する道が開けると信じていたとも言われています。ですが2人がゴールインすることはなく、中森さんはメリーさんの話を信じ、所属事務所であった検温を辞めると、一人になった中森さんはしばらく路頭に迷われてます。近藤真彦さんが当時24歳、中森明菜さんが当時23歳。この騒動を受け、中森明菜さんと近藤真彦さんの交際は終焉を迎え、メリーさんの思惑通り、中森明菜さんは何もかも潰されてしまったのでした。その後、中森さんが完全復活することもありませんでした。メリー氏は娘と結婚させたいがためにその邪魔者であった中森明菜さんを徹底的に潰したのです。その後中森明菜さんを失った近藤さんはジュリー恵子氏とよりを戻すかと思われましたが、近藤真彦さんは彼女を俺は救ってやれなくてあんなことにと中森明菜さんの事件に悲しみ、ジュリー氏との関係はその後うまくいきませんでした。ジュリー氏との婚約はそこで破棄されたのも知れません。メリー氏は近藤真彦さんへのダメージを抑えるために中森明菜さんを復帰させようとメリー北川さんが動いていたのです。メリー北川さんは近藤真彦さんのヒット曲を担当した RVC レコードの元担当ディレクターだった小杉隆三さんに中森明菜さんの起こした騒動を任せることにします。そしてメリー北川さんは検温サイドに対しても小杉隆三さんが事態を何とかすると伝えたのでした。実際小杉隆三さんは中森明菜さんを自宅で過ごさせてやるなど力になってくれたといいます。このように近藤真彦さんとメリー氏の性関係、ジュリー氏との婚約や中森明菜さんを巻き込んだ複雑な関係をさらに知りたい方も多いと思われます。現在近藤真彦さんが暴露本を企画しており出版されると言われています。このドロドロした関係をさらに知れるかもしれませんね。今後の動向に注目していきましょう。いかがでしたか？今回はマッチこと近藤真彦さんのメリー北川氏との同棲やジュリーとの婚約破棄、そこに現れた第三者の真相についてご紹介していきました。最後までご視聴いただきありがとうございます。よろしければチャンネル登録、高評価の方もよろしくお願いします。それではまた。